これは裏側の冬よく使われる骨です。騒音鏡の方は完全にガスがかかってます。いや、ガスが湧いてますね。いやー、誰もいません。貸し切りの頂上です。さて、もうそろそろ沼の平向かいますね。北鎮両部の方は完全にガスにかかって見えません。来る時ももちろん見えません。駒草です。今相別岳頂上直下のところで下山してますが、駒草を取ってます。よし、相別岳は完全にガスに入りました。今相別岳の分岐に到着。まあ名残惜しいけど、これから遠間岳と沼の平を経由して下山します。北海白雲岳ですね。朝日岳はちょうど雲にかかってますね。はい、これから出発します。